皆さんこんにちは、エミです。今回はニューヨークの観光クルーズをご紹介したいと思います。チェルシーマーケット近くのピア61という場所から乗車するシティクルーズは、ガラス張りの船でお食事を楽しみながらニューヨークの絶景が楽しめる2時間半の観光パッケージツアーです。船の乗車場所に隣接しているピア62には、広々とした公園やメリーゴーランドもあり、ここからはハドソンヤードのスカイラインの景色やニュージャージー側のビル群も見えて、最高の美しい景色が楽しめます。ピア61からはいろんなクルーズ会社の船が停泊しています。船の乗車場所はピア61、通称チェルシーピアと呼ばれていて、当日チケットもこの窓口で購入できますが、ネットでの事前予約がおすすめです。乗船時間はクルーズ開始時間の30分前です。こちらが今回私たちが予約した船です。窓から天井までガラス張りの船ということで、室内も明るく、美しいイーストリバーとハドソンリバーの最高の眺めが楽しめる窓際のテーブルを予約しました。ドレスコードはセミフォーマルな服装とありましたが、普段着でも大丈夫です。出発前にコース料理から希望のお料理を選びます。前菜、メインディッシュ、デザート、そして飲み物はアルコールやジュースも選べます。室内にはピアノや生演奏する場所も設置されていて、トイレは地下1階にあります。屋外デッキスペースにも自由に出入りすることができます。ここからはマンハッタンウォール街のビル群とニュージャージーのスカイラインのビル群が両方とても綺麗に見え、船はこの間を通っていきます。クルーズが出発するととても陽気な感じのツアーアナウンスが始まり、それぞれの観光名所の歴史やクルーズの見どころを案内してくれて、今まで知らなかった歴史背景やトリビアなども知ることができ、楽しい雰囲気です。リトルアイランドやエンパイアステートビルも綺麗に見え、ニューヨークの象徴的なランドマークの眺めを堪能できます。この日はお天気が良く、素晴らしい景色で感動しました。船が揺れて船酔いするかもしれないと思っていましたが、ほとんど揺れもなく、とても快適に過ごせます。前菜はバターナッツスカッシュとケールのサラダ、そしてギリシャヨーグルトとグラノーラのパフェの2種類から選びます。前菜を食べながらワンワールドトレードセンターの景色が楽しめます。マンハッタン島の最南部にあるウォール街とバッテリーパーク前で停泊し、ニューヨークマンハッタンの歴史などを説明してくれます。天井にはミラーボールもあり、夜も素敵な雰囲気になりそうです。ここからマンハッタン島とブルックリンをつなぐブルックリンブリッジが見えてきました。ニューヨークの象徴であるブルックリンブリッジは歩いて渡ることができます。ブルックリンブリッジを通過すると、隣のマンハッタンブリッジが見えてきます。ダンボのエリアもここから見えます。そろそろメインディッシュが運ばれるということで席に戻りましたが、座席からもマンハッタンブリッジが綺麗に見えます。ウィリアムズバークブリッジの下に到着すると、ここで船は U ターンし、そしてまたマンハッタンブリッジとブルックリンブリッジの方向へ戻り、自由の女神の島に向かいます。ここから見るマンハッタンウォール街のスカイラインの景色は最高です。ニューヨークの2つの川に沿ってクルーズし、3つの橋の下を通過し、最も象徴的なランドマークが楽しめ、まさにニューヨークという絶景が楽しめます。メインディッシュはヌテラのフレンチトースト、トマトラグー添え、ポテトニョッキ、そしてバターマスタード漬けのグリルで焼いたチキンの3種類から選ぶことができます。いよいよこのクルーズの最後のメインである自由の女神像に近づいてきました。自由の女神像の前で写真撮影できるクルーズということで、しばらく停泊し自由に写真を撮ることができます。停泊中はアリシア・キーズのニューヨークの曲がかかります。自由の女神の撮影が終わり、室内に戻っても窓からも自由の女神が楽しめます。この日はニューイヤーのお正月の日だったということもあり、みんなで新年をお祝いしたり、ニ
DJ も登場し、徐々に踊り出すお客さんもいました。最後のデザートはホイップマスカルポーネクリームと濃厚なエスプレッソのティラミス、ミックスベリーとパイナップル、ニューヨークチーズケーキということで、デザートもすべて美味しかったです。コーヒーや紅茶もおかわり自由です。クルーズの最後はスタッフさんを先頭にダンスが始まり、乗客みんなノリノリで、見るだけでも最高に楽しい雰囲気です。もちろん誰でもダンスに参加できます。最後はお決まりの YMCA を乗客みんなで歌います。かなりパーティーっぽくなり、大人も子供もワイワイでき、とっても楽しい雰囲気です。ライブ DJ が場を盛り上げてくれて、皆さんパーティー気分です。こちらのクルーズは1人110ドル、窓際のテーブルはプラス30ドルかかります。船上でお食事を楽しみながら、ニューヨークとニュージャージーのスカイラインの絶景パノラマを一望でき、最後はパーティーっぽくなる魅力が組み合わさったこのクルーズ体験は、ニューヨークの素晴らしさを肌で感じることができるおすすめの観光アトラクションです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いできれば嬉しいです。それでは失礼いたします。